サッカーファンの皆さん、こんにちは。実況は私、西岡明彦。解説は福西崇史さんです。今日の試合、福西さんも楽しみにされてましたよね。このカードは楽しみな一戦ですね。今日はよろしくお願いします。今日は浦和レッズ対ベガルタ仙台のカードです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。このチームは容赦ないプレスで相手を思い通り動かせないことで知られています。今日もいつも通りでしょうか？そうですね、変わらないでしょう。両チーム体力が重要になりますが、相手にとって特に重要なのはプレスに対して冷静さを保つことですね。押し切られないように注意が必要です。いよいよ試合が始まります。浦和レッズボールのキックオフです。柏木陽介、タッチライン際を上がれそうです。長澤俊、試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。これほど見事にシュートを決めたのですから、打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。この角度からも見ましょう。試合時間は前半4分、早くも先制点です。ここで一旦ペースを落とし、ゴールチャンス。キーパーがキャッチしました。石原直樹、ポストに当たった。気は抜けない展開です。ここは簡単にボールを渡してしまった。クロスを狙ってきますか。いいパスだ。ここでシュート、青木拓也。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。柏木陽介、青木拓也、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。絶妙なパス。いいカットです。ボールを奪いました。このパスはまっすぐ相手に渡ります。興梠慎三、さあ来た。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。興梠、カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールをサイドへ展開します。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。
サイドにスペースが空いています。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。登録心臓決まるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。長澤俊、もったいない形でボールを渡してしまいました。いいボールでしたが、ここはクリア。興梠慎三、素晴らしいボールです。切り裂けるか。前半が終了しました。後半戦キックオフです。浦和レッズのスローインです。マルティノス、興梠慎三、パスをサイドに送ります。このシュートは枠から外れます。せめて枠には行きたかったですね。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローが出ました。少し抗議していますね。副審の旗が上がりました。オフサイド。青木拓也、前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。柏木陽介、シュートは入るか。コーナーキックになりました。守備の陣形を整えています。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。石原直樹、どうやらサイドをつけそうです。青木拓也、このクロスはキーパーが弾き返す。長澤俊、柏木陽介、カウンターアタックのチャンスです。素晴らしいスルーパス。興梠へ、このパスは通さない。ここは押し出します。同点になるのか。弾かれた。反応は惜しかったですね。決まったと思いましたが、枠に嫌われ同点とはなりませんでした。牧野智明、いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。これは見事に奪いました。走り込んだ味方にスルーパス。石原直樹、このスペースへのボール、
来た。ゴール前の壁は予想以上に厚かった。試合はコーナーキックから再開されます。中に入れた。ここはしっかりクリアされました。長澤俊、サポートの選手がいます。タックルが決まりましたがスローインです。長澤俊、ゴールを狙う。ここは牧野、ボールをクリアします。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。試合は追いかける展開ですが差はわずか。ホームのサポーターの歓声が大きくなっています。諦めるなというメッセージですね。選手たちに届いていることを願いましょう。長澤俊、ゴールゴールゴール。ゲームはもうスコアでも内容でも圧倒的です。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。青木拓也、柏木陽介、牧野智明、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここはパスミスになりました。ボールを失います。これはカウンターのチャンスです。長澤俊、シュート、ゴールだ。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。これでハットトリック、ゴールラッシュが止まりません。素晴らしい点取り屋ですね。チームの攻撃を引っ張っています。残り時間も少ない中厳しい展開になっています。ここでホイッスル、メガレタス